燃え起こしは美少女キャラクターを全面に押し出した地域起こしの手法。燃え起こし、あるいは燃え起こしと表記される場合もある。2000年代の半ばから漫画やテレビアニメの舞台となった地域をその作品のファンが巡礼する現象が見られるとともに、その経済効果が宣伝されるようになった。特に、ビミズ鏡の4コマ漫画を原作とするテレビアニメ。 ラキスタの大ヒットに伴う埼玉県北葛飾郡、和紙宮町への巡礼に着目した地元商工会主導の様々な企画は作品のファンと地元住民の双方に受け入れられ、和紙宮神社の発毛で参拝者数が急増したことなど顕著な経済効果が報告されている。これに対し、企画段階では特に萌えが意識されたわけではなかった。 ものの、自治体などのマスコットが、インターネット上のコミュニティで人気が出て、キャラクター商品が作られる現象も見られる。代表的な例としては、佐賀県佐賀郡山都町の職員がデザインした、まほろちゃんが挙げられ、山都町が2005年に、周辺の町村と共に、佐賀市と合併して、以降は、佐賀市のキッズページで引き続き起用されている。また、 2009年3月に、悲善国庁跡資料館で、オリジナルのしおりを配布したところ、関東地方からもファンが訪れ、前年の同月比3倍の来館者を記録した。また、前期の、ラキスタや、マホロジャンと異なり、自治体が意図的に萌えキャラクターとして、マスコットを制作した例として、栃木県足利市の足利姫玉等が挙げられる。 これらの経済効果に関する報告が相次いだ結果、近年では企画段階から萌えを全面に押し出しつつその地域の特産品や観光名所、行事などに由来する特徴を織り込んだキャラクターデザインやイベントも見られるようになっている。代表例としては NHK クローズアップ現代の2009年12月2日放送文でも特集された伝統行事。 西もない盆踊りを題材に2006年よりイラストを公募している、かがり美少女、イラストコンテストに橋を発する秋田県を松群、うご町の事例が挙げられる。主に男性を対象としたマーケティング手法であった、萌え起こしの成功事例を受けて、女性向けに美男子のキャラクターを全面に押し出す、マーケティング手法も登場している。 かもゆうきまえが、歴女人気を当て込んで2009年に発売した、愛の米新潟県産コシヒカリは、戦国バサラニの漫画家などで知られる、同県出身の漫画家、久しおりちまきのイラストで、同年の NHK 大河ドラマ、天地人の主人公である、戦国武将、なおえ金次を描いたところ、好調な売り上げを記録したが、購入者の大半は、当初の予想とは異なり首都圏の男性が、 中心であったとされる。また、2010年3月に、茨城県水戸市で開催されたコミケットスペシャルインミトでは、イベント開催に合わせて、地元企業より、純愛つく場合のスイーツや、コーモンドマンクッキーに代表される、美男子キャラクターを起用した商品も発売された。ここでは、オリジナルキャラクターの事例を中心に挙げる。漫画、アニメ等の舞台となった地域については、 聖地と呼ばれる代表地の例を参照のこと。なお、企画段階では特に萌えが意識されていたわけではなく、結果的に萌え起こしとして受容された事例も含まれているが、特に区別は設けないものとする。一覧の表記は、商品名、または名前、美行、作者名、サークル名とし、項目があるキャラクターのみ列挙する。アニメによる、 観光振興の代表的な例として知られる作品にガールズパンツァーがある。しかし、同作のプロデューサー杉山清は、コンテンツで町おこしとか地域復興はできないと語っている。もともと視聴者の少ないシーンやアニメを放送したところで影響力は限られており、一時の盛り上がりもいつかは冷めるため、その後の地域振興にはつながらないとしている。ガルパンの舞台として、 多くのファンが詰めかけた大洗い町だが当初アニメ自体がヒットするかもわからなかったので担当者とは行政を巻き込むのは本当に最後の最後にしましょうとして街の人たちにも経済効果の話は一切止めましょうと約束していたというキャラクターを使って商品の値段を上げるといったこともされがちだが俺たちをカモにしようとしていると思った途端にファンは離れるとしてもいる ガルパンでは、ファンの年齢層が高く、比較的マナーが良かったこと、大洗いがもともと有名な観光地で、外部の人を受け入れる土壌があったこと、純粋に面白いことをしようとした上で、結果的にヒットしただけとしている。コンテンツツーリズムを前提に行政を巻き込むのは反対だとし、アニメをポンと持ってきたら、パーッと街がどうにかなるなんて夢見るのは止めた方がいいと語っている。 ありがとうございます。